砂糖と塩と小麦粉はそれぞれ白い粉状で似ていますが、燃やしてみると燃え方が違うのが分かります。まず砂糖から燃やしてみましょう。砂糖の場合は一度液状になったから燃え出します。燃えると、黒く焦げてしまいます。これは炭素ができたためです。次に食塩を燃やしてみます。燃えるでしょうか。食塩は無機物といって、燃えない物質です。物質名は塩化ナトリウムと言います。いくら加熱しても燃えません。では最後に小麦粉はどうでしょう。小麦粉も白い物質ですが、砂糖と燃え方が違います。液状にはならず、黒く焦げていきます。そしてやがて燃え出します。この燃えた時に二酸化炭素が発生しているので、石灰水が白く濁るか試してみます。このように周期便の中で燃やして、石灰水が白く濁ることから二酸化炭素が発生したことが、分かります。砂糖の場合も燃えた時に二酸化炭素が発生しています。砂糖や
小麦粉のように燃えて二酸化炭素ができる物質を有機物と呼んでいます。食塩は燃えずに二酸化炭素も出ないので無機物の仲間に入れます。